よし、えこれだこれだ。とりあえずもう運に託すしかない。行ってくれ。はい、だが変わる。そう、押せてはいるんですよ。おします。おい、うわ、いかんか。おお、やった、押して、おお、いい、しっかりと押し。はい、ということでちょっと緊急で動画回させてもらってるんですけど、なんとたまたま歩いてたら、あの超有名なクリエイターさんとばったり出くわしまして、急にちょっと話しかけていけるかなと思ったんですけど、コラボできたんでちょっと紹介しようかなと思います。はい、というわけで人気 YouTuber のシャケクレーンさんにお越しいただきました。シャケクレーンのシャケです。今日は初めてシャケ今日初めて初めてやりましたね。いや、僕もちょっとやっぱりいつも僕らが2人きりになることってないじゃないですか。そうですね、なんかあるじゃないですか、たまに学校のクラスメイトとかでなんか 3,4、はい、人いればなんか話すけど、2人きりになったらあんまないあるあるのやつですねあるあるのやつですね。まあ、シャケくんをやっぱボコボコにしたいっていうクレーンゲーマーさんが多くいらっしゃったんで、私が代表してこのマイホームアドバンテージナムコさんで、シャケくんをボコボコにしようかなと対決、はい、思ってます。ナムコの産湯使って今日までやってきたんで、僕も生まれも育ちも母の子宮なんで、母の子宮、はい、いや全然ですね、僕はもうクレナから生まれたんで、はい、強くすクレナの産湯から、そうナムコのクレナの産湯から生まれたんで、ちょっと結構強敵なんですね。そうです、マイホームアドバンテージで、まあ、今回コラボ企画なんで僕の方でナムコをやらせてもらって、シャケくんさんのところでは某倉庫系でやろうかなと思ってるので、ね、はい、二部制なんでよかったら見てもらえると。ありがとうございます、はい、というわけで今回の企画は、こちらナムコさんのゲームセンタークレーンゲーム3番勝負ということで、はい、お菓子をメインにやっていこうかなと思うんですけど、1台につき1000円、1000円以内でいくらで取れるか、1000円超えたらもうそれは上限設定付きなんですね。そうですね、上限設定で1000円以内でそのお菓子取れるのか、はい、早い方が勝ちという。どっちも取れなかったら両方負けっていう、はい、そしたら両方負け、両方負け、勝ちは見せ、はい、両方下手くそクレーンゲーマー動画として残るだけなので下手くそクレーンゲーマー、はい、下手くそクレーンゲームになれないように、まあ1000円あればお菓子が取れるっていうことをちょっと証明したいなと、はい、いうことなので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ラウンド1のバトル会場は橋渡し&サッカー、まあ、倉庫系にありがちなね景品設定、どっちが早く取れるかちょっと、まあ、バチバチにやり合っていこうかなと思うんですけど、正直先行後攻もお菓子関係ないと言ってるんで、まあそうですねというわけでルールは1台につき使えるお金は1000円、いくらで取れるか1000円超えたら脱落っていう感じで、はい、お願いします。まあ、ただ前提として言えるのは、シャケくんインナムコンっていう構図が結構なかなかないので、どういう、あー倉庫系だもん。確かに今日は最強、うん、ちょっと下まで潜んなってるから今日は好きだったんですね。そうっすね、倉庫系のエッセンスを感じながらちょっとナムコの残り顔を感じる、まあ絶妙な町田商店みたいな感じですねそうっすね、ちょっとインス行かない。あー、いやでも今回マジで僕はやっぱもうシャケくんをバチボコにもうぶっ潰す気でこの店選んだんで、もう申し訳ないです、あのシャケくんを動画から来てくださった皆様には申し訳ないんですけど、もうシャケくんがねボコボコにボコボコにひざまつく姿を今回ちょっとこの動画で出さざるを得ない、申し訳ない。いい形ですね、はい、言ってるそばから結構いい形になって僕もぶっちゃけ焦ってるんですけど、来た、入ってる、入ってるな、おー、なるほどねなるほどねなるほどって感じでしたね。なるほどでしたね。まあ真面目なコッシーさん的に解説言うと、倉庫系っぽいけど倉庫系ではない、そうですね、うん、動き、そうだから多分いつもだったらシャケくん取れてるはずなんですけど、いいよいいよ、いいですね、あー下まで潜んないんでしたっけ、気づいちゃいました、潜んないんですよね
そうだった、でもパワー全然。まあ、いける、無理やり、いけ、やばい。あまあ、ミクスチャーですよ、ミクスチャー。この倉庫系と大手さんのミクスチャーをどれだけ理解できるかが今回多分勝負の。つばめ上げるっていう。そうですね、敵に塩を送るじゃないですけど、僕はこれ一回縦に戻してもいいかなーって。よし、えこれだ。ここナムコさんだよね。ナムコさんってあんま見たことない動きを、まあ、ちょっと見ちゃったなって。これいいですね、これは僕も理想的な。いいよいいよ。最後100円です。まあ最後100円、まあ、取れなかったら今回脱落ということで。そうね、いやでも見たくない、シャバい鮭くん見たくない。はい、いいんじゃないですか、まあ、パワーがあるんで。はい、ラウンド1サケ君。そうですね、一応やっぱアテンドした身としてやっぱ先やっときゃよかったなっていう申し訳なさもあるんですけど、いや悔しいっすね。一回まあ先行シャケ君1000円で取れず、じゃあ初期値からってです、はい、私やらせてもらいます。はい、ということで高校コシーさんがやるんですけど、まあシャケ君さんはね気づかなかったんですよ、この大ヒントに。大ヒントがここに書いてある取り方が。おお、はいはい、丸印を引っ掛けて景品を横に置けよう。これって大体結構難しいやつだよ。せっかく他のゲームセンターはヒントを出してくれないんですけど、マイホームナムコさんは出してくれてるんで。横に向きようしか書いてなくて、最後のフィニッシュまでは何も説明してくれないですよ。そこはあの、まあ、おのおの頑張ってくださいっていうところなんで。初手だけですね。じゃあ、まあ、高校のアドバンテージ使ってちょっと取らせてもらいますわ。これ多分分かったこととしては、多分なんですけど手前じゃないかなっていう。初手、要はあっちだと景品が奥にいるから、やべ、多分こんだけのパワーがあればぶっちゃけた話回せんじゃねえかなって。多分ですけどね。多分なんか起きるだろう。あでもいい、はい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 、いやすいません、これだってもう見えますか、あそこの隙間、もう隙間に隙間スイッチするだけなんで、こんな、はい、それ難しいですけどね。いやいや任せてくださいよ、隙間に隙間スイッチを奏でるだけなんで。おお、いろいろ入ってますね。あやべえ、ミスった。危ない危ない、なんか起きろ。悲しい歌で溢れてますね。いや溢れてますね。抑えきれないですわこの思い。抑えきれないよ。これ待って、こうなってくると結構非常にめんどくさいですよ。めんどくさいですよ。めんどくさいけど、まあ、パワーマックスだから多分乱数調整してもなんか、はいはいはい、はい、いい形。別に何だろう、煽ってるわけじゃないですけど、まあ倉庫系の攻略動画でよく見るこの形になったら手前のそこをやれっていうフォーマットじゃないかなと僕は思うんですよね。結構強めのアプローチでいいかもしれない。だいぶ手前に、手前ですね、手前でまあ回してくれ。おお、はいはいはい、古来から伝わる縦ハメフォーマットを。おお、一番シンプルな、シンプルなやつで一回沈めたい。はいよ、あ、いいよ、はい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 。これ、シャケさん的にはどういう見解ですか。手前乗ったらアームの初期積んじゃうんで。そうっすね、乗せるっていうかもう一気にちょっとスライドしたくなってましたね、奥を。あ、奥入んないな。あ、やべ、忘れてた、忘れてた、忘れてた。手前寄せ強めじゃないですか。寄せ強いっすね。パワーが強い場合は寄せ強めっていう。じゃあ、はい、YouTuber インスタに名前書いてます。マジですか、じゃあそれ信じて、もう寄せ強めってこういうことを。
あ、よ。そうです。これで、何か起きろ。おー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 落ちてます。いや、いけるっしょ、これ。ゲットハンターですか。いやいや、僕結構シャケクーンの動画結構見させてもらって、やっぱそれで成長した節があるんで、やっぱね、そこリスペクト込めて、こういうシャケくんがよく使うやり方で、やべえもうちょい寄せながら、もうちょい強めのアプローチをして、だいぶ行ってますね。そうです、これで引っ掛けながら、良さそうですね。おー、いい。いや、これいけんじゃないですか。いきますよ、これと、これでまあどっちにしろ100円娯楽なんで、よろしく。はい、100円娯楽でーす。軽いタッチ使っちゃダメなんだよな、俺。いきます。多分、こうして、いや、お、お下げですね。そう、これでまあとりあえずもう運に託すしかない。行ってくれ。はい。うわぁ、一応ということで、まあ、とりあえず僕の1000円使ってあんだけ煽った割には私もがいないやばいですよ、あの一瞬こういうの抜きにして、はい、我々クレーンゲームクリエイター1000円でなすすべなしなすすべなしということを見せてしまったんですけど、そうですね、まあ1回ラウンドは2人ともちょっと負けということで、どうですか今の心境。今ね、癖掴んだんで、はい、これだけ取っちゃいますか。取っちゃいましょう。そうですね、これはちょっと一回続行しましょう。どっちがいいと思いますか、腰ができない。まあ、奥のつまみつり上げできない感じ。あと、弾く力があるから、奥までいかなくても、弾いてちょっとスライドしてくれんじゃないかなって。さっきの僕の時みたいに横になったら終わりですよね。あ、そうか、終わりか。この角度で、はい、いえいえ、一回、そうですね、取れるところをちょっと見せましょう。取れると思うんですよ、この、うん、つまみ上げで。あ、ほんとだ。単純に僕らの範囲としてはちょっとやっぱ倉庫系のエッセンスを意識しすぎて、わかるけどっていう、なんかやっぱナムコさんに対してはリスペクトがちょっと足りなかった。そうですね確かにそれは間違いない。これでリスペクト蹴り上げ。おお、チャブ死にますね。チャブ死にますね。チャブ死にますね。嘘しかない。で、分かったことしてはやっぱ手前でよかったんだなっていう。あー、わー、はいはいはい、いいよいいよ、いいよ、おいー、これだったんですね。そうですね、まあ2人で答えをちょっと2000円かけて導き出したと思います。まあ、取り方が分かれば、ん？最後にお金を縛ったんですけど、もう落ちてるんですよ、これ。あ、落ちてます。あ、じゃあもう、そう、答えが分かれば刺して、これでも、うん、難しくないのかな。あー、いいっすね、あ、いいよ、いいよ、いいよ。これで、肩上げちゃえば。どうだよ。気まずいっすね。気まずいな。ということで、はい、というわけでラウンド2はそちらのジャガチョコ、まあナムコさんでありがちな推し、はい、設定ですね。これシャケくんってほぼやんないんで、はい、高校でもいいですか。大丈夫です、今回先行で。僕たまにやるんですけど、はい、まあマジなこと言うと一回も取れたことないですね。まあネタバレすると、下に CD がいるんですよ。おお、ベルガーデン。セールデガーデン。ちょっとまあ取れたらあの CD 何なのか分かるんですけど、あれの余白が多いところを狙うんですよ。なるほど。そう、余白が狭いところ狙っちゃうと全然動かないから、はい、今回こっちを狙うんだったら左側を押しで狙うみたいな、そう感じなんですよね。下を見ないと分からない設定なので、とりあえず初手どういう動きするか。今だいぶ攻略でしたね。こっちまでが下がらない。あ、ミスた。僕8割でしょ。8割の人間ですよ。あの余白をちゃんと見て適切な箇所を押し切れるかっていうことが大事なのかなって思うんですよね。ここ、あ、やばいよやばいよ。8割だわ。8割側の人間だわ。ちなみに僕があんまやんないでアドバイス的な面で押すんですけど、はい、左で押そうとしてるのは何か理由があるんですか。こう左で押すことによってこう
時計回りで落ちていくみたいな感じですね。ねじれ使って。そう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 。まあまだ一回も押せてないんですけど。あ、ここここここ。あ、そうそう、こういうこと、こういうこと、こういうこと。基本的にはあえて押して傾けてこう時計回りで落ちていくみたいな感じを、で、あとはどこを押すか、それによって結果が変わる。そう、押せてはいるんですよ。おーおいおい。ちなみにエルデガーデンではないです。エルデガーデンではないです。これはちょっと素晴らしいです。こんな感じです。はい、こんな感じですね。いやーちょっとね、僕のホームアドバンテージ。あの何円ですかね、400円。今多分、そうですね、400円。2回なんかすごく行ったんですね。そうだ。だからリアル、ちゃんと押せば、だから100円、200円で取れる設定なので。はい、お膳立てしました。じゃあ一回これちょっと置いてもらいますね。で、ラウンド2、シャケクーンさんの。なんですね、店員さんも置き方に意図はないというか、なんとなく置いただけなんですよ。なんとなく置いただけに対して僕らはどういう判断を下すか、お願いします。まず100円目ですね。はいはいはい、そうなんですよ。結構まあなんかそう、割とそのまあ敵に塩を送るじゃないですけど、アドバイスするんだったらちゃんと縁を狙う、狙って右アームでなんか引っ掛けながら落とすみたいな感じで。そういう感じでしたね、コーチさんの場合。そう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 、押してまあ回していくって感じですね。あ、そう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 、はいよ。はいはいはい、結構奥めでいいかもしれない。うん、うわー、動いた動いた動いた、動きましたね。まあ敗北決定ですね。ただ狙いはすごく良かったです。 CD の上にも乗ってるんで、あとは多分適当に押しても落ちんじゃねえかなと。します。おい、いや悔しい。いやでもすごいすごいすごい、お、素晴らしい。あ、でも楽しいですね。素晴らしい、また新たな知識を。というわけで500円。いや、これ楽しいですね。500円。いや、そうなんですよ、取れると楽しいんで、これはまあ覚えていただきたい攻略。なんか悔しい、負けですよね、はい、負けですね、今回一勝。なんとかホームアドバンテージ一勝。ありがとうございます。はい、じゃあ次ラストバトルですね。次多分シャケ君勝たないと、なるほど、2社間抜きです。抜きの、はい、多分シャケ君の動画のコメント欄で信じてたのにっていうコメント来ると思います。じゃあちょっと次行ってみましょう、はい、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあこれ最後、はい、ラウンド3ということで、今現状ラウンド1はお互い勝敗つかず、はい、ラウンド2はまあ僕の勝ちということで、とりあえずシャケ君が勝てば引き分け、はい、僕が勝ったらまあ僕の勝ちということで、完全勝利ありがとうございますということで、はい、まあ最後のねバトルこれですね。これ僕ぶっちゃけよく分かってないです。すごい分かってない。そう、分かってないですけど、今回これ1000円でラストなんで、じゃあ個数制しましょう。1000円で何個取れるか、何個取れるか、はい、それで上回ったらもう勝ちでいいです。はい、勝ちですよ。バラエティでありがちな、ありがちな、ありがちな展開なんですけど。最後のやつ勝っちゃったら勝ち。あ、そう、最後総取り。まあ大丈夫です、大丈夫です。もうやってやるんで、はい。もういいですよ、僕今回先行で行くんで。先行でいいですか。先行で行きます。もうここはやっぱホームなんでね。ナムコさん曰く、アームでついたり引っ掛けたりしてバーの間から落とそうという、まあ当たり前のこと書かれてるんですけど、当たり前のこと書かれてるんですけど、まあその通りやってみようかなって。当たり前のことが大事ですもんね。そうそうそう、当たり前ができないと意味ないんで、これ一個僕分かったこととしては、多分これちょっとすげえおしゃれなことやりますわ、はい、こいつらの中を、まず引き裂きます。はい、やべえ引き裂きます。はい、これでもう勝ちですね。クリスマスも近いですし、こういうカップルはね、引き裂いて、そう、引き裂いてやるんだ。引き裂いてやるんだ。純粋な判断でいけば、あー邪魔だったかな、そのまま手前をちゃぶ台するだけかなって思ったら、いやこれむずいわ。いやいや、僕はちょっとこれ見えました、正解が。マジっすか、だったら
300円目ですけど、まあ着実に、やべ、ミスったな、これ。うわ、やばいかもしれない、今回。持ち上げる力弱かったんで、そう、押してくんじゃないかなって、全部。ああ、まあそういうことか。僕、思ったのが、まあ、とりあえず1個取れれば、まあ、あの最低保証が作るんで、確実にこの、やばいぞ。やばいぞ、やばいぞ。あ、でも、もうワンパターン。超惜しい。超惜しい。これは、そこの、あ、なんでもないです。そこのカントリー、あ、そう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 、このカントリーマームをなんとかしたかったんですよ。なんとかして縦にしたかったっていう。なるほど。で、結果これマジチャンスじゃないですか。いや、ニコ取りいけますよ、多分。いけますよね。今の多分チョン押しフォーマットで多分いける気がする。チョン押しフォーマット。チョン押しフォーマット。はい、ニチャニチャンネル名物チョン押しフォーマットでいけるんじゃないですか。おー、おいこ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 、よし、よし、よし、すげえ。はい、これですね、これですよ、皆さん動画に収めました、攻略。手順化成功です。はい、手順化成功なんで、まず中を引き裂く、中を引き裂いて、中を引き裂いて別々の出口から落とす、もうね、はい、これがね、多分正解かもしれない。あとはこれだったらもう多分押しに行けるかな。右でですか。あ、そうそうそう、右で多分押しながらワンチャンこっちのカントリーマームにいい影響を及ぼしてくんないかなっていう期待。いかないか。あ、沈みます。ダメか。とりあえず2個、2個取って、鮭君も多分1個は取れる気がするんで。圧力、圧力、4個いきますよ。そう、1個取る気がする。まあ、2個取ってね、プレッシャーを、そう、プレッシャーを与えていこうかな。よく総国で見るやつ。行かない？行けそうっす。沈んでます。あ、沈んでます。確実に2手で、2手でなんとかしたい。所存。毎回こう滑るの嫌っすね。そう、そうなんですよ。でも戻るときに、あ、ごめん、なんでもない。なんでもない。だったらもう強め、かなり強めに。ギャン押し。ギャン押しで。あ、いかんか。おお、おぶねー、おぶねー。いや、ありがとうございます。というわけで、いや、お見事。いや、コッシーさんは、1000円で2個ですね。ありがとうございます。というわけで、多分2個か3個、3個いけば、はい、もう勝ちですもんね。勝ちです、はい。いかないといけないっていうことなんで、シャゲ君、次お願いします。いきます。はい、というわけで次、シャゲ君さんのターンということで、コッシーさんもこれ8割や9割が知らない店員なりなり、もうやめて2人の中に引き裂いていく。これ真似します。あ、やばいやばいやばい、引き裂けなかった。ああ、でもさっきと展開は一緒っすね。一緒っす、一緒っす。こっからどう組み立てるか。そうですね、左どこまで行けるか。ずり上げが、ずり上げっていうか、まあ手前の、まあ、景品、お菓子を生かして乗せられればっすよね。そうそうそう。いいっすね。いいっすよ。物々悪くないはずです。まあ、なんとかして手前がね落ちれば、手前2個落とすやり方が浮かべば結構いいのかなーって思ったりも。はいはいはい。さっきも手前なんですよ。つまり。つまり？あー、惜しい。今沈んでるんですよ、手前も。はいはいはい、沈んでますね。僕が手前も取っているんですよ。まあ、どの位置で2個取れば、あの引き分けなんで、あの、この勝負に関しては。そうですね、この勝負に関しては。はい。引き分けは引き分けになるんですよ。勝たねばならない。勝たねばならない、この状況。結構、橋渡しのいろんな応用っぽく思えるんですよ、なんか。そんなパワーが強くないお店の橋渡しで景品が4個置いてあるんで、イメージでも推しは生きてるから、それを生かしながら何かやる。お、あ、近づいたらこれ悪くないと思って見て。いや、悪くないです。アマオが近づいたことによって、はい、それでそうすると両側
はもう寄せ強めで、寄せ強め角度を修正できるっていうはずになるはずです。両方も寄せ強めで、寄せ強めで、ちなみにシャキ君、今回ここで負けたらこのナムコはできんです。できんです。敗者はできんです。はい、もう二度とシャケ君のチャンネルで、ここのお店は出てきません。いやまずい、押せ押せ、フォーマット使って押せ、フォーマット使って、穴をカバーして、多分何かしらで一気に落ちるパターンはある気がするんですよ。この設定たまに見るんですよ、お客さんとかで、なんか一気にわーって出てくるとか。あーはい、いいっす。はいよ。もうちょい、肘から。そう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 。はい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 。楽しいです。私は。私は楽しいです。今をブイブイ、ブイブイ駆け抜けている、期待の若手 YouTuber、シャケくんが、ここまで葛藤してる姿を横で見れるのは、最高です。右の、あの、穴を押します、一回。穴を押し。手上から、こっち下げて。押し穴を。あー完全になっちゃった。やばい、あー甘くない、甘くないよ。甘くない、甘くない。モノマネで下手さをごまかすっていう。簡単に決めるなら完全に、もう押すしかないですよね。全部全部いいことで、内角を押す。はいはいはい、押す。あー、あー、シャギが残りいくらですか。財布の中にはちょっとまだ1000円あるんで。あれ、ということはもうこれで悔しいっすね。1000円使い切って悔しいっすね。ほんまですか、マジっすか。シャギ君、無念の。なんか攻め方ありますかね、ちなみに。なんかまあもうちょっとこれアームが小さかったら、あっちのまずまあ寄せて、寄せて横にしていくとか多分できたっぽいですけど。アフター自主練。めっちゃ悔しいっすね。めっちゃ悔しいっすね。めっちゃこっち、ここ、いるくないですか。あ、これ、勝負関係ない感じですか。はい。関係ないっす。200円目です。200円目。あ、これ寝てるんで、チョンが長すぎましたね。あー、まあまあまあ、下には入るから、下には入るから、あー、上がんないよ、ちょっと。おー、うん、これで、こっちの手前落ちないですか。なんか、もうちょい手前なんですかね。おで、あー、もうちょい手前かな、もうちょい手前でよかったかもしれないです。はい、いや、これ多分無理っすよ。狙いは完璧なつもりです。いいんじゃないですか。押して、おー、いい、しっかり押し、あー、惜しい。でも考え方合ってましたね。なんか攻略できず、ちょっとまたリベンジさせてください。はい、というわけでね、そうですね、今回ラウンド1敗退、お互い敗退、ラウンド2はまあ私の勝ち、ラウンド3も私の勝ちということで、ナムコの産湯で育ってきた私としてはまあちょっと知ってもらえてね、ありがたい限りなんですけど、また次回、まあここは出禁になっちゃうと思うんですけど、ちょっと次回どこかのナムコで再戦する機会あったら、ちょっとまた成長した姿を、よろしくお願いします。私、攻略しない設定者全部、これもあれも、次はまあシャケ君とコラボ会なので、おなじみの某総合系に行ってバチボコにやり合ってこようかなと思います。そこではもう本当にコシェさん見てる方々も、もうこれ以上いじめないでってコメントくるような。いや、わかんないです、あんだけフィギュアやらないコシェさんがバチボコに覚醒するかもしれないんで、まあはい、次の動画もね、ありがとうございます。はい、シャケ君の方で、はい、方で見てもらえたらありがたいです。いす、では次回の動画でもお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。バイバーイ。